ねえマリサ、最近自宅にいることが多いんだけど、時間を持て余すことが多いんだよね。何か、楽しめる趣味のようなものはないかな？それなら、とっておきのものがあるぜ。プラモデルだ。プラモといっても、いろんなものがあるじゃない？何かこう、昔の思い出を振り返られるようなものが良いんだけどな。それなら断然、ガンプラがいいぞ。それも初代な。初代のガンプラ？かなり古いプラモデルじゃないの？確か、昭和の時代ガンプラブームがあったって聞いたことあるけど、そのガンプラだよね。ああ、そうだぜ。機動戦士ガンダムに登場するモビルスーツや航空機のプラモなんだ。現在のガンプラと比べるとさすがに古さを感じるけれど、初代のガンプラにしか存在しない機体だってあるんだ。それは知らなかったなぁ。でもさ、古いキットって言うと作ることに気が引ける人もいるんじゃないかな。確かに手がかかる分、完成した時の喜びは大きいぞ。腕に自信がある人は改造を施せば、思い入れだって深まるぜ。時々再販されるからその時に購入するのも良いし、中古品を売買するサイトからも購入できる。そりゃすごいな、ぜひ詳しく解説してほしいよ。ああ、わかったぜ。今回は、初代ガンプラに関してこのバージョンでしか発売されていないキットを中心に紹介するぞ。80年代当時、このキットを作った時の思い出を振り返っていくぜ。まずは、550分の1スケールのミデアだ。発売当時の値段は税込み420円と高めだった。ミデアと言ったら、マチルダさんが率いる補給部隊で運用されている輸送機だね。百方位。お、霊夢はちゃんとマチルダさんと写真に収まることができた口だな。このキットは、ファーストガンダム好きにはたまらない、唯一のミデアのキットだ。ファンにはたまらないね。実際に作る場合の参考にしたいから、どういうキットなのか説明してほしいな。どのキットにも当然説明書があるんだが、初代ガンプラの説明書には塗装指示があるんだ。昔のキットだから、部品ごとに細かな色分けがされていないから、自力でしっかり色分けしないといけないのね。これこそが、初代ガンプラの魅力でもあるんだ。このキットの説明書には、ランナーじゃなく完成状態で塗装指示が書かれているんだ。なるほどね。キットによってはランナーに部品が残っている状態で塗装した方が良い場合もあるけど、ミデアについては先に完成させてしまった方が良いかもだね。あとは、コンテナ部にはハッチがある。ここは開閉を選択できるから、ホワイトベースへの補給の場面を再現できるぞ。おお、ということは、アムロがマチルダさんに、どうして補給部隊員になったのか聞いているあの回を再現できるってことか。ぜひホワイトベースと並べてみたいものだよ。ああ、マチルダが黒い三連星にやられてしまう回だな。それを想定してか、このキットには同スケールのドム3機がついているぞ。ってことは、このキットがあればジェットストリームアタックも再現できるの？ああ、マチルダスアーン。残念ながら、それはできないぜ。ドムは3機とも同じ武装で、さらに可動箇所がないぞ。小さいからしょうがないぜ。なんだよ、それ。ちょっと残念症だね。つまり直立不動のドムを横に置いて、ミデアを飾らないといけないのね。まあ、そのドムたちは別の用途に当てるのもありだぜ。専用のディスプレイスタンド付きだから、マチルダさんがやられてしまうシーンを再現できる。旧キットなので接着が必要だが、細かくないからスムーズに出来上がるぞ。原作での活躍ぶりもあって興味がある人も多いかもね。初代ガンプラを始める人には、とっかかりのキットとして良い気がするよ。次に紹介するのは、1200分の1スケールのサラミスだ。同スケールの大気圏突入用カプセル1機、ジム、ボール拡散機がついているぞ。突入カプセルがあるなら、あのウザイリードと一緒に大気圏突入する場面も再現できるのね。連邦軍好きなら、ぜひ手に入れたいキットだよ。ちなみに、そのカプセルは本体下部への脱着が可能で、専用ディスプレイスタンド付きでもあるぞ。初代ガンプラは、ディスプレイスタンドがついているのが多いのね。ジオラマにしたいと思う人にはありがたいよ。サラミスはジムと並んでやられメカの代表格のような存在だ。原作好きならぜひ複数を購入したいところだな。じゃあ、このキットにはどんな特徴があるのさ？まあ初代キットだから、あまり親切設計ではないのはご愛嬌だ。幹線だからいくつか砲台の部品がある。これが影響して塗りにくい部分があるから、先にある程度塗装を済ませておくのが良いぞ。その砲台は差し込み式ではあるけれど、ポリキャップではないからくるくる回転してしまう。思い切って接着してしまっても OK だぜ。その他にはどういった注意点があるのかな？サブブリッジにあるレーダーがちょっと取り付けが悪いこと。そして大気圏突入用カプセルのスラスターが小さいから紛失しないようにしてほしいぜ。物量作戦が売りの連邦軍だから、ぜひホワイトベースとともに複数並べて原作を再現したいところだよ。圧倒的じゃないか、連邦軍は。
続いては、144分の1のコアブースターだ。これは機動戦士ガンダム劇場版で、G ファイターの代役として投入された戦闘支援機だ。原作好きなら、G ファイターがあまりにおもちゃっぽすぎるってお払い箱になったから、その代役として登場したって話は知っているよね。コアブースター自体、コアファイターに拡張能力を持たせたものだから、多少おもちゃっぽい感じではあるけどな。でも劇中では、セイラさんとスレッガーが乗る機体だから、思い入れがある人は多いだろうね。スケール的にも、ガンダムなど他のモビルスーツと同じだ。ファーストガンダム好きなら、ぜひ買っておきたいキットだぜ。ってことは、このキットを揃えておけば、劇中のソロモン攻略戦やアバワーク攻略戦を再現できそうってことだね。ああ、その通りだぜ。ご婦人の後ろにつきたくないスレッガー、ドムをかすめるように飛ぶセイラなど再現可能だぜ。ただ、ビグザムだけはサイズの問題で同一スケールではないから、スレッガーのあの場面を再現するにはフルスクラッチビルドが必要だぜ。悲しいけどこれ、初代キットなのよね。なんて言ってしまったけど、作成時の注意とかキットの特徴はどういう感じなの？劇中での活躍ぶりから特別扱いされているのか。説明書には完成状態とランナー状態の両方の写真がある。これはかなり珍しいぞ。もちろん塗装指示があるから、それを参考にカラーリングしてほしいぜ。初代ガンプラといったら付属品がどんなものか興味深いけど、何がついているの？コアブースターの他に、コアファイター単品が付属している。だから、コアファイターに、これからブースターを取り付けようとしている場面も再現できるぜ。これまた、原作ファンにはたまらない感じだね。ランディングギアは開閉選択式だ。各部がシャープに作られている両キットだと評判だぜ。次に紹介するのは、144分の1の土台はイエスだ。ジオン広告軍の輸送爆撃機だぜ。もちろん、モビルスーツのサブフライトシステムでも有名だ。ゼータガンダムで登場する土台界の元になったのは、この機体なんだね。ガンダムシリーズでは、サブフライトシステムというモビルスーツを乗せて飛行する機体が登場する。この機体は、その元祖として、とても有名なんだ。確か初登場はテレビ放送版で、グフを乗せた状態でミデアを迎撃するため出撃した場面だったのを覚えているよ。おお、よくそんなエピソードを覚えているな。なかなかのジオン好きと見えるな。このキットも、しっかりグフを乗せることができるんだ。飛行形態としてスタンドに引っ掛けて飾るか、直置きのどちらかになるがな。グフは、ランバラルの愛機だったから、初代以外でもキットが発売されているよね。この土台にも乗せられるの？ああ、HGUC グフもしっかり乗せられるから安心してほしいぜ。また、初代グフのキットも搭載できる。股関節を改造するパーツが付属しているからな。へえ、グフ向けの、そんな仕組みがあるなんて知らなかったよ。ザクとは違うのだよザクとは。このキットの特徴は、他にどういうところがあるの？そこそこ大きなキットだから、グフなどのモビルスーツは乗せやすいぜ。カラーリングは少々大変だろうが、その価値はある。おすすめは、磁石を土台そしてモビルスーツの足に仕込んでおくことだ。なるほど、そうすれば、安定性が保てるし固定もできるってことね。意外と、マリサもお考えのようで。次に紹介するのは、550分の1のグラブロだ。これは、テレビ版と劇場版に登場したジオン広告軍の水中用モビルアーマーだ。懐かしいなぁ。魚雷やミサイル、巨大な2本のクロウで船を破壊する強力なモビルアーマーだね。ジオン水泳部、なんて言われているよね。そんなグラブロは、水中での戦闘でガンダムの脚部を巨大なクロウで掴むなどしていた。キットは、グラブロの代名詞であるクロウがリアルに再現されている。正直、主役級とは言えない機体だからジオン好きの人が作るようなキットかもね。どういう特徴があるキットなの？本体色が、ブラウン、ウッドブラウン、ガンメタルの3色だけだ。ただ、パーツはしっかり分割されているから、比較的作りやすいぜ。じゃあ、肝心のクロウについてはどうなの？初代キットだから、カラーリングしやすいかどうか気になるよ。マスキングなどが不要で済むよう、クロウと本体のミサイル発射口は別パーツになっている。だから、塗装はしやすいと思われるぜ。ただ、稼働するのはクロウがついているアームだけだから、その点は残念だけどな。まあ、モビルアーマーなんだから、稼働部分が少なくてもいいんだろうけど。では、次に紹介するのは、550分の1アッザムだ。当時としては、ボールと旧作などのキットと合わせて、売れ残っていたものとして有名なものだ。アッザムはテレビ版にしか登場しない機体だから、みんな馴染みがないのかもしれないね。ファーストガンダムの大ファンなら、見逃せない機体だろうけど。基本的には、他のキットと同じような説明書で、ランナーに塗装指示が書かれている。
部品が細かいから、ランナーにある状態でのカラーリングがおすすめだ。そしておまけに、同スケールのガンダム、マゼラアタック、アッタムリーダー、機雷も付属しているぜ。おお、これでアッタムからの攻撃を受けているガンダムを再現できるね。でも、白いモビルスーツが勝つ、なんて言われちゃうんだろうな。それがこのキットの魅力の一つかもな。ただ、パーツがかなり細かいから、完成には時間がかかると思われるぜ。あとは、可動部分の近くで接着をしなければならないから、慎重に作業をしてほしいぞ。ああ、これは気を使うね。墨入れの要領で接着させる必要があるね。どこが稼働するの？砲塔が旋回したり、足が伸縮したりするぜ。アッタムに思い入れがある人はそう多くないだろうけど、テレビ版ファーストガンダムのことを知ってもらうためには、良いキットかもしれないね。次に紹介するのは、550分の1ビグロだ。高い機動性を生かした一撃離脱戦法で、アムロたちを苦しめたモビルアーマーだ。ビグロと言ったら、先端のくちばしみたいな部分にあるメガ粒子砲が特徴的だよね。そうだぜ、このキットは選択式ではあるけれど、そのくちばしや爪を稼働させることができる。でも、自由に動かせないってことね。あえて言おう、これが初代ガンプラであると。霊夢も、だんだん初代ガンプラの虜になってきているな。細かいが、このキットの飾り台にはドクロが書かれているのも面白いポイントだ。では、次に紹介するのは、1200分の1ガウ攻撃空母だ。ガルマザビが乗っていたことで有名な、ジオン公国軍の大気圏内用大型輸送爆撃機だ。劇中では、いろいろな機体を搭載する母艦のような場面もあったよね。その点についてはどうなのかな？同スケールのドップ、ザク、ズゴック各2機ずつが付属しているぜ。そして、ドップは本体へ収納できる。おお、これなら、ドップをガルマ専用機のカラーリングにすることでテレビ版みたいな様子を再現できそうだね。専用ディスプレイスタンドには、ザクとズゴックの固定スペースもある。だから、ジャブロー降下線も再現可能だぜ。ちなみに、原作でモビルスーツとドップは、ガウにどれくらい搭載できる設定なの？モビルスーツ3機、ドップを左右に4機ずつ、計8機を搭載できるぜ。ぜひ、このキットを使ってジオラマを作る時の参考にしたいね。キットの出来はどうなのかな？コンパクトにまとまった外観で、全身の丸みを帯びたデザインをうまく立体化できていると評判だ。ちなみに、ザクの大きさは1センチちょっとだぜ。測ったな、じゃあ、ザクが1センチしかないなんて、初代だからさ。次に紹介するのは、ザクレロだ。なぜか250分の1スケールと550分の1スケールの2種が入っているぜ。違うスケールのものが2つ入っているなんて、初代ガンプラはいろんな面白要素があるのね。ザクレロと言ったら、その独特のフォルムと、個性的な武器であるクロウが印象的だよね。この点については、キットで再現されているの？ああ、ちゃんとアーム部とクローブが2種とも独立稼働する。おまけに、250分の1スケールの G パーツガンダムが付いているから、テレビ版の戦いを再現できるぜ。わざわざザクレロとの戦いを再現しようとする人って、いるのかな？このキットはプロポーションが良くて、肩のパーソナルマークはモールドになっているから、塗装しやすいと評判だ。それに、関節部分にスプリングみたいな感じのパーツを使うことで、保持力を上げているんだ。まさに、ジオン脅威のメカニックだね。ジオニック社の技術の粋を、あえてザクレロというドマイナーなモビルアーマーに応用するなんてさ。では、最後に紹介するのは、2400分の1ザンジバルだ。ジオン公国軍唯一の大気圏内外航行能力を持つ巡洋艦で、劇中ではシャアやランバラルが登場していた。艦というより航空機に近いデザインだよね。劇中では、ブースターを搭載して宇宙に向けて飛び立つ場面もあったよね。そんなザンジバルの初代キットだが、可動部分はない。ブースターもあるが、これは接着しないと固定されないぜ。じゃあ、組み立てについてはどうなの？初代キットとはいえ、ザンジバルは人気が高い艦だと思うから、ぜひ知りたいよ。古いキットのためか、バリカモールドだかよくわからない部分が多いんだ。こうした部分への処理が面倒なので、組み立てにはちょっと時間がかかるかもだな。つまり、ちょっと癖があって作成が簡単ではないキットというわけか。でも、壊れなければどうってことはない。主翼部分が理想通りの角度になるようにするため、接着がちょっと難しいんだ。着陸状態用の車輪を接着できるが、着陸の状態ではほとんど見えないというおまけ付きだ。見える、私には車輪が見える。ニュータイプに覚醒しないと見えない、ってわけでもないんだろうがな。以上で、初代ガンプラに関する解説は以上だぜ。解説が終わるあたりには、霊夢はすっかりニュータイプに覚醒したようで嬉しかったぜ。
決して主役級のモビルスーツ、艦艇ばかりではなかったけど、ぜひ買ってみたくなったよ。僕も、あのプロモデラーに勝ちたい。すでに触れているが、やはり初代ガンプラだから、カラーリングとか、接着時などの処理などには、新しいキットよりも手間がかかるぜ。というより、最新のガンプラがとても精巧にできているってことなのかもね。接着剤はいらないし、部品ごとの配色はすごいし、何より可動域がすごいことになっているからね。だから、初代ガンプラはある程度プラモデル作りの経験がある人向けの製品ではある。ただ、いずれのラインナップも、ガンダムファンにはたまらないものばかりだから、一度は作ってみることをおすすめするぜ。初代ガンプラがあれば、あと10年は家に引きこもれる。ということで、今回の話はここで終わりだぜ。良ければチャンネル登録、コメント、評価なんかもしてくれると嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。